はいどうもこんにちは、こんばんは、じゅんと申す者です。今日も PTCGO の実況をやっていきたいと思います。今日使うデッキがこちら、ベロベルトになります。まず紹介したいカードがこのベロベルト。ベロリンガの進化系で HP130 のノーマルタイプです。技が2つありまして、1つ目が転がる40ダメージ、もう1つがベロベロランブ、無色3つで使えて90ダメージ。相手の手札から表を見ないで1枚トラッシュし、相手の山札を上から1枚トラッシュし、相手のバトルポケモンについてるエネルギーを1個トラッシュすると、まあトラッシュしまくりカードですね。ベロベロランブ、まあ90っていうあまり高いダメージではないんですけれども、手札破壊&デッキ破壊&エネルギー破壊というこの3つを兼ね備えた、まあ、凶悪なポケモンとなっております。今回はこのベロベルトを軸に戦っていくデッキですね。次に紹介したいカードがこの怪獣マニア。自分の山札にある逃げるためのエネルギーが4個のポケモンを3枚まで相手に見せてから手札に加える、そして山札を切ると、まあ、このデッキベロリンガベロベルトが逃げが4つ必要なんですけれども、まあ、そのベロベルトラインを持ってくることができるサポートですね。一応この怪獣マニアで持ってこれる卓を増やすためにこのイワークとかバクガメスが入っております。基本的な動きとしては、まずこのベロリンガですね。このベロリンガ1エネルギーでドスコイドローを打つことができるんですけれども、自分の場の逃げるためのエネルギーが4個のポケモンの数分山札を引くということができるんですけれども、これをここ1ターン目とかに打ってあげるとかなり展開がしやすくなりますね。まあ、怪獣マニアとかを打ってこのドスコイドローを打ってあげると、まあ大体ベンチに3匹いるとして4枚ドローとか、まあ、このドスコイドローをしてハンドを整えつつ、あとはトリプル加速エネルギーとか溶接光プラス炎エネルギーでベロベルトを育てていきつつ攻撃していくと、で、まあ、最後にはこのレシリーザとかで相手のタッグチームとかを倒すっていうタッグもありますね。それでは早速対戦の方に行ってみましょう。はい、マッチングしました。対戦をしましょう、しましょう。草タイプなんで、まあ、セレバナか木なしなんですけど、このデッキタイプめちゃくちゃ有利なんですよね。相手エネルギーを一気に2枚つけることができなくて、おそらくずっと前にいるはずなんで、それに対してずっとベロベロランブ打ってあげることによって、おっとハンドはまあまあ強い、まあまあ強いですね。これは、まあ、かなり強い動きを取ることができるんですけれども、まあ、どうでしょうという感じで、まあ、おそらく木なしだと思うんですよね。まあそうですね、見た感じこれはおそらく木ロー&アローラナシー GX に母コモリとかが入ってる構築かなと。まあ今の環境セレバナはやっぱりダブル無色エネルギーがなくなった影響でちょっと使えないというか、まあ、弱体化してしまったのでフェロマシだったんだけど、おっと話が変わってきましたね。これはブルーよりはあれ打ちたい。いやどうなんだろう、これ怪獣マニアじゃなくていいか。怪獣マニアかなんか持ってこようと思ったんですけど、これ普通に考えてブルーの方が強いのかな、もしかすると。どうなんでしょう。でも怪獣マニアでトリプル加速でいい気もするんだけど、そしたら後続がないんだよなあんまり。ブルーから、まあ、溶接光を持ってきておいた方がいいんだったら溶接光を先に持ってきてブルー打つんですけど、どんなもんかなこれは。まあ、1ターン目に倒れないんで、まあ、溶接光にしちゃいますか。立てて、ブルー打ちまして、ここはエネルギーが欲しいんですよね。なんでかまどとなんだろうな、ここで怪獣マニアとか、まあパッとでもいい気がするんだけど、溶接光2枚目、まあ、かまど確定だと思ってて、エネルギースピナーは意味ないから、どうしようかな。後続ってなってくるとやっぱり怪獣マニアでいいのかな。トリプル加速も1枚あるんで、まあでも捨てるカードもいいか、リセットスタンプ切りたくないんで、となってくると切ってもいいカード。なんだ、ポケギアか、ポケギアとか切るカード切ってみたいな動きでもいいと思うんですよね。どうしようかな。溶接光で何引いてくるかっていうのも一つ結構重要なポイントではあるんですけど、まあ、こうしますか。巨大なかまど1ターンぐらい残ってくれたらありがたいんですけど、まあ、ここはポケギアトラッシュして2枚引いていきましょう。で、1枚つけまして、これでターン終了ですかね。ターン終了。まあ、多分2ターン目から攻撃していくことに意味があると思ってるんで、そうですね。フェローマッシュやっぱり強いんですよね。ジェットパンチ。普通にそのままジェットパンチできましたね。溶接光から打ちますか。あー、ここ溶接光からじゃないか。普通にかまどからでしたね。おそらくこれはかまどからが正解だった気がするんですけれども、どうなんでしょう。で、貼って、ここはなー、どうしようかな。炎1枚切っていいかな。リセットスタンプ残しておきたい気もするんだけど、リセットスタンプは切っちゃいますか。エネルギー2枚持ってきて、まあ、ここを後ろ育てていきましょう。ダメージが乗ってない方に乗っけて、そのままベロベロランブと。いや、これはでもいいんじゃないでしょうか。ライフフォレスト、ポケギアと草がトラッシュ。いや、相手きついと思うんですよね。サポートないはずなんで。グレポー。いや、これは結構きついんじゃないか、相手。グレポー、グレポー。エネルギーがあっても、まあ、言うてなんで、そのまま攻撃してくる。あー、ブルーありますね、普通に。打たなかった理由は何なんでしょう。いや、トップで引いたんかなとわかんないんですけれども。プレシャスとコーチトレーナー。これ、コーチトレーナーしっかり切りたいですね。ハンデスで。まあ、これ出してくるのはフェロマッシュなんで、お、セレバナ入ってんのか。何でも入ってますね。セレバナ出していく。まあ、これレシリザで突っ張っても勝てるような気もするんですけれども、これ、コーチトレーナーハンデスできれば、結構勝ち見えてくると思うんですよね。どうなんでしょう。60乗る。ここは、どうしようかな。ここはさすがにかまどから使って、まあ、1枚切っていいと思ったんで切ったんですけれども、どっちかな。
まあ、こっちからでいいか普通に。1、2の、まあ、これ持ってくるか、爆ガメス。強いけど、4エネルギー必要なんですよね。進化の、さらに進化、手張りの、場に出して、ベロベロランブを打っていきましょう。90ダメージ。おし、ナイス。いいですね。これ完璧なハンデスが炸裂していますね。無人発電所は関係ないですね。草ある。まあ、これ蓄積ダメージあるんですけど、これ、4回殴られても倒れないんで、偉いですね。ここはポケギアから溶接口とかが欲しいんですけど、ない。まあ、ここはここに手張りして、そのままベロベロランブでいいかな。90ダメージ。オールハンデス。いいですね。ターン終了。草引いたけど、これはまだ生きるんですよね。あ、ビーストゲームか。なるほど。ビーストゲームは強いですね。まあ、でもこれ草と一応破壊できるんで、まあまあいいんじゃないでしょうか、という感じではあって、セレバはね、多分大丈夫なんですよね。このフェロマスさえ倒せればって感じではあるんですけど、ボルケニオンこれいるかな？いらない気がするんだよな。どうしようかな。貼るだけ貼って、ここはそのまま攻撃していいと思うんで、そのまま攻撃しちゃいますか。ベロベロランブ。倒せましたね、とりあえずフェロマスは。さらにブルーの探索とマサキの解析が落ちていく。まあ、これはひたすらにハンデスとデッキ破壊が強いですね。溶接工ちゃんとかを引けたら強いんですけど。で、これ相手のセレバラなんですけれども、まあこれ1エネルギーじゃ攻撃できないんで相手。勝ちましたね。はい、対戦ありがとうございました。はい、マッチングいたしました。対戦よろしくお願いいたします。相手は蝶と鋼なんで、まあ、これはまあ、カラマネロとかを使ったデッキっぽいですかね。ここは先行もらっていく。これはボルケニオンスタートですね。まあまあまあ悪くはないんじゃないでしょうかという感じではあるんですけれども、ちょっと違いますね。ギルガルドか。なるほど。ギルガルドリサイクルエネルギーのデッキですね。まあ、ここは、ドローしまして、ベロリンが引きましたね。これ1ターン目から攻撃した方が強いんじゃねえか？そうなってくると、ブルーなのか溶接工なのかわかんないけど、スイッチは次のターンでいいと思うんですよね。かまどをどうしようかな。トリプル加速切っていい気がするんですけど、トリプル加速切って、2枚持ってくる。まあ、これ溶接工でいいか。溶接工で間に合うっていうか、溶接工の方がいい気がするんで、溶接工から、これはもう2ターン目からしっかりと一月を倒しに行くプレイングを取りたくて、まあ、これはこのままでいいかな。いや、これだけつけといて、これでターン終了しましょう。ターン終了。リサイクル貼る。さらに今締め。まあ、リサイクルが強いんですよね。結局ハンドに戻っていっちゃうんで、まあ、そこがもうちょっと問題ではあるんですけれども、リーリエ。さらにポケギアで、これ逃げてくんのかな、この。いや、逃げては来ませんよね。普通にリサイクルエネルギー貼っただけですね。ポケツーで、ミュウはそうですね、関係ないので戻していく。で持ってくるのは2段切る。終わりですね。まあ、これは普通にハンデスしていきたいんで、進化から、これはどうなんだろうな。今しめ張り替えられちゃったせいで、絶対エネルギー引かないといけないから、まあ、ポケギア打ってもいいのかな。エネルギー1枚でもあったら、これ怪獣マニアの方が良かったんですけど、まあ、さすがにダメか。巨大なかまどと、巨大なかまどとなんだこれは。ポケモン通信でもう一枚ベロリンが出しておきたいんで、ちょっとベロベルト戻すのは不自由の選択なんですけど、戻しておいた方がいいのかな。もう一応戻しておきますか。戻しておいて、持ってくるのは一応ベロリンがですね。で、まあこれはしっかりと1ターン目からじゃなくて2ターン目から倒していきたいんで、ここはポケギアっていい気がするんですけど、どうなんでしょう。ポケギア切っちゃいますか。いや、決勝でいいか。決勝切って、2枚引く。2ターン目からしっかりとベロベルトで攻撃していくことができますね。ベロベロランブを打っていきましょう。90ダメージで気絶と。まあ、エネルギーは戻っていっちゃうんですけど、ハンデスができると山札を破壊できると。まあ言うて強いですね。相性は多分そんなに良くないんですけど、130ダメージまで出るんで、このギルガルド。ちょうどぴったしなんですけど、まあこれで今 HP が50上がってるんで、ここでダメ化を乗せられてもいいよという感じですね。お札は強いな。普通にお札強いですね。リサイクルエネルギーから。まあこれは多分普通に飴がなければそのまま二段切りに進化せざるを得なくて、相手は。そうですね、二段切りに進化していく。闇の石は強いな。これ倒されはしないか、でも。ギリ倒されはしないんでいいんですけど、まあ、普通に強いですね。2パンかかるんで、冷静に。ミストレから、これはまあ、後続の一月を出していかないといけない。あ、ポケモン通信でさらに返すのか。あ、この動きは何なんだ？反動を減らしたいんですかね。ハンドめっちゃ減らしますね、これ。ずっと手札とデッキを一月がループしていく。さらにポケギアから持ってくるのは白な。まあ、これは、いくらだ ?130 出ますかね ?100 ですね。で、どうしようかな。こう溶接庫、おっと、パッと引いたのありがてえな。これ何切ろっかな。カスタムキャッチいらねえか。カスタムキャッチいらない切ります。2枚持ってきます。手張りとここはまあ怪獣マニアでいいと思うんで、ベロ、ベロベロで持ってきまして、出しますの、進化しますから、
テバリングして、まあ、ここはこのままベロベロランブの前に貼りますか。貼りマロン？いや、まだ貼らなくて、いや、貼っとくか。貼りマロンして、ベロベロランブ。まあ、エネルギーはいかないんですけど、そう。これでサポートトラッシュできれば強かったんで、まあいいですね。うん、これリサイクルエネルギーが一生変えるのがマジで辛い。あ、またノルニホダこれで持ってきますね。これでも後続の一突き出されなければいいんですよね、理論上は。出してくるんですかね。お札を裏に貼る。こう二段切りに進化されなければいいんですけど、あ、たけしのガッツっていうこと、いや、これワンチャンされないぞ。この反動がなんかわかんないんですけど、エネルギーかな。いろいろ戻す。あ、スケボーか。スケボーですね。スケボーだったら、このサイドから取ったカードをおそらく捨てたい、おそらくっていうか捨てたいんですけど、出すのどっちだこれ。こっちか。溶接庫を引ければ、これトリプル加速じゃなくてもいいんですけど、溶接庫を引きたい。引けず、どうしようかな。まあ、トリプル加速打つしかないんで、まあ、トリプル加速を張っていくんですけれども、進化して、これも、この、こいつ持ってくるカードあったか？ 3 枚ありますね。エネルギーガード1枚しかないんで、1枚は持ってこなくていいと思うんですよね。で、イワーク弱いから、まあ、ここだ、ここまで出して、まあ、トリプル加速張るしかないんで張ります。で、このまま攻撃していきますか。倒す。いや、でもこれは強いんじゃないか、普通に。あちょうど二段切り落とすことができましたね。これはもう自利品にさせてるはずなんで、ここに4個乗っても、まあ、言うて、ギリギリ。ギリギリのギリなんで、次のターン、雨なかったらこれ言うて勝ちな気がするんですけど、まあ、勝ちではねえか。全然勝ちではないですね。ここで、ああ、そうですね。まあ、それは大丈夫で、倒せるんで、ちょうど90で倒せるんでいいんですけれども、30ダメージのお札の40だから、まあまあ全然いいですね。溶接庫引きてえな。トリプル加速切れちゃうんで、このままだと。リサイクル貼る。そうですね。30を与えていく。これ溶接庫さえ引ければいいんだけど、いけないな。これちょっときつくなってきましたね。まあ、ここでつけて攻撃していくしかないんですけど、ないよな。ないですよね。倒す。いや、でもこれはうまくハンデスできてるんじゃないかな。二段ギルじゃなくて、ギルガルドがハンドに残った。ギルガルドとリサイクルエネルギーですよね、あのハンド、多分。なんで、いや、これは相手、トップ次第では勝ちなんじゃないのか。まあ、次のターン攻撃おそらくできないんで、溶接庫引かないと。どうなんだろう、相手のトップ次第ですね、これは。リサイクル。いや、白なんのか、強いな。しっかり白な引かれちゃいましたね。まあでもこれ、持ってこられなければいいんで、あるかな。お札無限にあんじゃん。お札しかないですね。あんのか強いな。いや、倒れないから言うて、溶接庫を抑え。溶接庫をドロー。ブルー、ちょっと違うな。ここ溶接庫でいい？溶接庫でいい気がするんで、ちょっと持ってきますか。この溶接庫は強きすぎかな。まあ言うてここ40与えておく意味全くない。いや、全くないわけではないか。与えておくと、ラッキーなことが起こる可能性がある？いや、違うな。これカスタムキャッチャー説ある気がする。攻撃されない方がいいんで、一応理論上は。どうしようかな。ミュウとかを前に出しておく。いや、いいか。溶接庫でいい気がするかな。これで、まあ、40与えておきますか。40与えておいて、言うてこれ相手、トップからギルガルド引かないと倒せないんで、30ダメージ入っても言うて倒せないんで、よし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 、ナイスナイスナイス。で、まあこれは呪いの札でも倒れちゃいますね。呪いの札で倒れちゃうんですけど、まあ言うていいでしょうっていう感じですね。2枚をベロベルトにつけて、まあ1枚手張りしておきますか。お、ここはエネルギースピンは使っていいと思うんで使います。持ってきます。手張りしといて、炎の結晶今打つ意味あるか。今はないっすよね、多分。今はないんで、まあまあまあ40で倒れちゃうからな。まあベロベロランブで攻撃していきましょう。90ダメージ。おっと、ギルガルド落ちたのありがてえな、これは。あとサイドが2枚。倒せんのかな、これ。出すカードなんだ、ボルケニオンか。ボルケニオンか、いや、ベロベルトでいいか。こっちのベロベルト出しちゃいますか。持ってくるのはブルの探索。まあここはベロベルト出していきましょう。相手ギルガルドは2枚、1枚落ちてる。ジラーチと何か倒せば勝ちなんですよ、これ。なんで、まあ、多分言うていけそうな気はするんですけど、願い星。あと、相手は山も少ないですね。普通にベロベルトで山切れさせるような動きも、取れなくもなくもなくもないっていう感じで、溶接口があと1枚山にあるのかな。エスケープボードつけて、ミストレー。相手、山がやばいな。二段切る。いや、これ多分山切れで勝てますね。たけしのガッツ相手どっかのタイミングで打たないといけなくて、多分そんな暇ないと思うんですよね。あー、闇の石あんのか。おっと、なかった。ないやん。終わり。いや、まあこれは多分いけるかな。溶接口引いたありがとうございますの、まあこれでも普通にあれか、二段ギル狙っていいか、カサムキャッチャー引けたらですけど、引けない。結晶から、なんかここはそうですね、そのまま攻撃するほかないと思うんで、どうしようかな、やることないよな。このままベロベロランブ打ちますか。ベロベロランブ。ハンデスプラス、トラッシュの、これ多分山切れで勝ちか。普通に相手ドローの、ベロベルト溶接庫をつけて攻撃すれば勝ちなんで、LO で。まあこれは倒されちゃってもいいって感じですね。あ、そうですね、これは、
ベロベロランブを打つことによって山が切れるんで勝ちですね。ベロベルト出していきます。溶接工を使いまして2枚をつけていきましょう。勝ちましたね。はい、対戦ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、動画の高評価、 Twitter のフォローなどよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。